どうなんですか、木川さん。メーカーがですね、オリジナルでやっていまして、はい、完全にあのオーガニックでやっているので、はい、大量生産はあの外部にはできないかなと思うんですけど、配合とかもあの独自でされてますし、はい。でも今あの他社のね、町アニとかも結構増えてきてますね。あ、そうなんですか。え、ヤンバル、株主さん結構気になってるんですか。ね、今あの男性もね、はい、結構スキンケア気になってるじゃないですか。ちょっと僕も気にし始めてますので。ですよね。興味があるんですけど。なんか男性専用の化粧品コーナーみたいなのも最近結構あるじゃないですか。はい、ありますね。ありますよね。だから普通に男性もね、うん、洗顔とかクレンジングとか使うもう時代ですもんね。そうです。で、あの当サロンはあの男性多いんですよ、男性のお客様。そうなんですか。へえ。そうなんです。で、男性のお客様が多くてですね、男性の効果がすごいんですよ。で、あの、髭剃り負けとかするんですね、髪剃りで。確かに。それも、あの、麻酔で脱毛していただくと、あの、何日も剃らなくて済むので。ああ、なるほど。定期的に通ってくださってます。はい。あ、じゃあ、この、口の周りの髭が、ブラジリアンワックスの効果もあるみたいな感じですか？そうですね、ブラジリアンワックスみたいな感じなんですけど、はい、角栓とあの常在菌の調整もしながらやっていくので、お肌のトーンも上がりますし、はい、ブラジリアンワックスとの違いとしたら、あのちゃんと鎮静させて、その後のスキンケアっていうものは取って終わりじゃないんですよ。その後のケアがあるので、はいはい、お顔も引き上がりますし、へー、はい、むくみとかも取れるんですよね。これ結構気になるじゃないですか、キャンさん。いやー、僕いつもヒゲあのピンセットで抜いてるんですよ。はい。めっちゃ入れたくなりましたね。でも絶対めんどくさいじゃないですか、ヒゲ。まあ剃らないといけない人は、はい、毎日だし、うん、絶対まあ分かんない、髪剃り負けっていうか分かんないけど、なんかそういうのしそうじゃないですか。だから結構首の方とかまでこのニキビっぽくなってる感じで、なんか傷みたいになってる人っていらっしゃったりするから、なんかそれが綺麗に ね、はい、ツルツルになるってなったら結構いいですよね。いいですよ、もう触られまくりますよ、ね、そうなると。いやでも生えづらくなって細くなっていくんですよね。ああ、なるほどね。でもね、やっぱその辺の感じが変わると男性の見た目も結構変わると思うから、それも結構重要ポイントですよね。そうですね、あのそれこそあの加齢臭とか、はい、体臭の予防にもなりますしね、あの詰まった油から匂うので。ああ、なるほど。はい、加齢臭ってこの口の周りのひげから出てるんですか。あの常在菌がね、やっぱり匂いを放つんですよね。らしいですよ、キャンさん。うん。キャンさんに言うの。そろそろちょっと気にした方がいいですかね。来月30日。キャンさんまで気にならないですよね。まだ一応ギリギリ大丈夫なんですけど。はい。そうでした、失礼しました。いつもあの局長に脅されてます。そろそろだぞ。そうなんですか。ビビりますね。はい。怖いです。そうなんですね。結構男性の方がなんか一回やったらハマりそう。あ、そうですね。ねえ、それこそこう剥がした時に取れた松ヤニを見て、はい、わーってみんな喜びますよね。こんなに取れるんだってなって、はい。なんかでも男性の方がなんでしょう、エステとか受けたりとかするした経験の方が少ないから、そういうのをたまにやったりするとすごいなんか気持ちいいってなったりしますもんね。だから逆になんか男性の方が、ね、はい、あの体感がすごく出そうですよね、ハマったり、はい、ありますね、しそうですよね、うん。なるほど、面白いですね。もうちょっと今興味津々ですね。いや、私もなんか男性がされるのちょっと見てみたいです。ご自身がされたいわけではなくて、男性がされるのを見てみたい。いや、私もしたいんですけど、男性がやるとどんぐらい、なんかすごい変わりそうじゃないですか。あ、まあそうですね、そうそうそう、なんかヒゲとかね、うん、なくなったら結構絶対見た目めっちゃ変わるじゃないですか。僕も最近太ってきてるんで、ちょっとそれも変わりますかね、うん、むくみも取れるって言ってたんで。あ、でもそうなんじゃないですか、はい、ねえ、
むくみもだいぶ変わりますね、一度で。やっぱりこう温めることによって、はい、汗もかくんですごくデトックスされるんですよ。あ、なんかいろいろ聞いていくと、鎮静のために、なんかね、レイもデトックス効果がたくさんあるので、お肌だけじゃなくてね、顔だけじゃなくてなんか全身にやりたくなりますね。はい、ねえ、なるほど。そうですね。あの胸毛とかもやられる方たくさんいらっしゃいます。胸毛？胸毛、あと最近女性ですと二の腕とあの背中をやりに来られますね。うなじとか。へえ、じゃあもうそういうちょっと脱毛も兼ねた感じでもう皆さんちょっとやられるんですね。そうなんですね。はい。あの一石何鳥っていう感じなんですよ。一石二鳥どころじゃないので。はい。へえ。ちょうどね、今から夏になるから、これね、聞いた方は、まだ間に合うんじゃないですかね。え、ちょうどいいね。間に合います。はい。タイミングだと思いますね。そうですね。沖縄にも、あの、うちの生徒さんが、これからデビューを控えてるので。はい。はい。なるほど。やっていくと思います。はあ、わかりました。じゃあですね、ちょっと後半もいろいろね、まだお話伺っていきたいので、ここでですね、一旦 CM 入りたいと思います。一旦 CM でーす。コメントありがとうございます。ひふみさんもありがとうございます。なんかごまどれ最強ってなんか増えてません？名前になんか。本当付け足されてます。でも私もずっとごまどれ好きだったんですけど、最近あれにハマってます。シーザーサラダのドレッシング。自分今ちょっと。ソース系とか苦手だったんです。全然してなかったんですけど。そうなんですか。はい。もともと結構生で食べるタイプなんですよ。サラダも、サラダ刺身も何もかも。刺身醤油つけないんですか。つけないですね。わさびも。わさびはでもつけます。で最近結構辛いの好きになってきたので、ちょっと来月はアマゾンで注文してデスソースっていうのを買おうかなと思って。辛いの好きなんですね。最近ちょっと好きですね。やっとここ以上10辛が食べきれるようになったんで。10辛やばくないですか。お腹が痛くなります。でも食べるんですか。もう美味しいので食べて3時間後ぐらいにトイレ行きたくなるんですけど。それって健康にいいのかよくわかんないんですけど、健康にいいんですかね。よくはないと思いますスパイシーなものって体温めるから良さそうだけど、でも逆に冷えるとかって言いますよね。あ、そうなんですか。行き過ぎたら。はい。まあ、僕は結構その辺一応気をつけてはいるつもりではあるんですけど。あ、カープボーイさんからジャンソンピリピリソース美味しいよって。はい、じゃあ。はい。田辺恵美子のスペシャリストにインタビュー、生放送でお届けしています。後半も松屋にホットセラピー木川様にお話を伺っていきたいと思います。後半もよろしくお願いします。コメント来てますね。お願いします。はい、お願いします。ひふみさんから、ごまどれ最強ってことでなんかね、新しい名前が、ね、付け加わってますけどもこんばんお久しごっくんちょってことで、お久しごっくんちょ、お久しぶりです。ほとんどのむくみの原因はグルテンって聞いたことありますよってコメント来てますね。ヤンバルクイナさんからグルテン本当って来てますけど、ご存知ですかこの辺は。はい、あの腸の方の学びもしていますので、はい、体の不調がある方はですね、2週間小麦粉を抜くといいとも言われていますね。あ、そうですね。それがまあ結局グルテンってことですか。そうですね。グルテンは、小麦粉が、化学変化するときにですね、はい、グルテンが作られてしまうので、
腸を汚しやすいですよね。で、それでむくみの原因になったりするんですね。そうですね。あ、そうらしいですよ、ヤンバルクイナさん。ねえ、ひふみさん当たってましたね。すごいですね。当たってましたね。ねえ、すごいですね。うん。ヤンバルクイナさん、キャン君辛いと局長のようになりますよって。さっき CM の時にね、はい、最近辛いものが好きなんだってキャンさんが言われてましたけどね。まあ一応常に食べてるわけじゃないんで、はい、ごくたまにですよ。局長のようになりますよってしょっちゅうなってるんですか。あ、局長はでもお尻がちょっといろいろと痛いあ、そうなんですね、はい、よくご存知ですね、ヤンバルクイナさん。ありがとうございます。はい、ではですね、そうですね、先ほどもね、出会いのところもね、聞かせてもらったんですけども、なんか、まあ、たくさんのね美容法がある中でこれじゃないとダメだった理由みたいな、このいろいろこのね、トータルでされてると思うんですけども、なんかその辺をやっぱりもうちょっと聞いてみたいなっていうのがちょっとあったんですけども。はい、うん、毎週こう本社がしてくれるこう学びのお勉強会があるんですけど、はい、お肌ってやっぱりこう十人十色なんですよね。生活が違いますし、食生活も違うじゃないですか。はい、この中で、たくさんのこうシェアストーリーを仲間同士で共有できるんですよ。うん、で、製品自体がすべてこう、はい、自然の力を借りて、はい、それこそ美容液なんて鮭のプルテオグリカンとか入ってるんですよ。魚の鮭。うーん、で、それが肌再生してくれてですね。はい。アレルギー体質の方とかにも、うん、こう、アレルギーが起きなかったりするんで、家族全員で使えるっていうこともまた私は魅力的なんですね。はい。お母さんの知識がしっかり、はい、間違ってないと家族全体が健康でいられるっていうことがすごく、はい、実感していまして、はい、肌のことを学びながら、うん、力入れるものの安全性とかですね、うん、はいはい、常識っていうのを覆すような学びを触っている一番のこう魅力だなと思って、うん、はい、会社の運営の方たち、社長たちにはすごく感謝しています。うん、なんか単純な疑問なんですけど、例えばじゃあ鮭の成分が入っているとかってなった時に、鮭たくさん食べたらいいっていうわけではないんですか。でもこの間あれですよ、朝のニュースでやっていました、鮭を食べるとですね、はいはい、それこそ美肌になるってやってましたよ。だけどそのプルテオグリカンっていうスプーンは、はい、クマが一番最初に鮭に食らいつくときって頭なんですよね。はい、鮭とか自然界のものってどこが一番栄養があるとか分かってるんですよ、ね。なるほど。はい、うん。私たちはあんまり頭は食べれないじゃないですか。丸かじりみたいな。うん。なんですけど、食で言うとやっぱ鮭がいいって、肌にいいっていうのが分かっているので、はい、そこもリンクしているんだなって学びながら、はい、感じますね。ああ、なるほど。じゃあ、人間が鮭を食べるときに、あんまり食べない部分を、そういう、この、スキンケアの中に取り入れられてるってことなんですか。そうですね、プルテオグリカンに関しては。はい。なんかあれですね、すごいですね、見つけるのが見つけるのがそうですよね、すごいそう思います。そう思いますよね。そうです、はい、鮭の中にそんなのがあったんだとか、はい、松のヤニの中にそんなのがあったんだとか、なんかね、すごいところですね、この見つけポイント、ね、フォーカスポイントが、それこそ代表、うん、はい、する製品の、はい、弱酸性を保ってくれるローションはもずくが入ってるんですよ。はい、
なのでネバネバしてます。ネバネバしてるんですか。はい、ネバネバしてます。じゃあほぼもずくってことですか。ほぼもずくってことはないと思うんですけど。そうです。もずくが、はい、しっかり入って、こう塗るとネバーっとします。そうなんですね。すごいですね。ひふみーさんから、体内に取り込んだグルテンが水分吸収してむくむと聞きましたって、当たってましたね。すごいですね。今日詳しいですね、ひふみーさん。カープボーイさん、あれお腹じゃないんだ、木彫りの熊の置物ってお腹の方をくわえてるような気がする、わらって来てます。ああ、木彫りのやつはそうかもしれないですね。はい、YouTube とかで、川とかでこう熊が鮭をこう待ってるときは、だいたい頭かじってますね。へえ、そうなんですか。じゃあ、あれ置物だからお腹にしてください。はい、でも実際にはバランス的にいいのかもしれない。なるほどね、バランス的、置物だから、はい、なるほどね。でも実際に食べるところは頭だったんですね。へえ、そうなんだ。そうなんですよ。すごいですね、何でも知ってますね、木川さん詳しいですね。こんな質問にも答えれるってすごくないですか。お勉強させていただいてます。すごいですね。ヤンバルクイナさん、基本ネバネバしてるものは体にいいですよねって来てますね。あ、確かにそうなんですよ。そうですよね、でも、はい、その通りです。はい、ねえ、納豆とか山芋とかオクラとか、納豆とかねえ、オクラとかねえ、はい、そうですよね。そうですね。へえ、なるほどね、面白いですね。なるほど。で、なんか先ほど言われてトータルバランスでみたいな感じで言われてたんですけど、他にもこの漢方座浴とか温熱マットとかっていうのも扱われてるんでしたっけ。はいはい、免疫を上げることに特化していまして、はい、腸活ケアっていう腸を揉むことで、はい、やっぱりこう免疫改善をするんですけど、はい、あとは漢方座浴で、はい、首から下のサウナみたいな状態になるんですけど、はい、漢方を炊いた鍋の上に専用の椅子を置かせていただいて、で、こうマントを着てもらって、それで被るような感じで座ってもらうんですけど、はい、それこそこうお肌の常在菌も、あ、ヨモギの漢方バージョンですね。あ、なるほどね。ヨモギだけじゃなくて、はい、漢方を使ってるみたいな。そうです。お客様のその時の体調に合わせてこう、はい、ブレンドを変えていただいて、はい、それを使っていただいたり、あとこう、私脳洗浄もしてるんですけど、はい、その寝ていただいてこう施術を受けていただいてる間に、こう体の芯を温めてもらう、こう温熱マットをずっとこう使わせていただいてたりとかですね。はい、温活とデトックスっていうことにとても今着目しています。全身でやるとすごいことになりそうですね。そうですね、はい、なんか本当ピカピカになってね、こうビフォーアフターになりそうですけどね。ピカになります。はい、そうですね、はい、今巷で流行っているこのハリウッドブローリフトっていって眉毛のパーマもあるんですけど、はい、松屋人とこう合わせてやっていただくと、それこそこうすっぴんで歩けるようになるんですよね。もうその日あれですね、半日か分かんないですけど、時間取っとけば、ねえ、なんかもう、そうです、全部それで、はい、いろんなところに行かなくて済むので。本当ですね、済みそうですね、はい、1回で。まあでもそれはさすがに全部を自分でってことにはいかないと思うんですけど、ね、まあ例えばトータルでとか、はい、じゃあなんか松屋にと、じゃあその温熱マットとやってほしいとか、まあ、脳洗浄やってほしいとか、まあ、組み合わせて何かやりたいってなった場合は店舗に行かないとダメですよね。そうですね、組み合わせ全部ってなると座浴までされる場合は当サロンに来ていただかないといけないんですけど、その他、はい、座浴以外でしたら出張で私結構いろんなとこ行きます。毎月関西も行きますし、はい、はい、6月以降に沖縄の方もそれこそ行かせていただこうと思ってますし。当サロンっていうのはどこになるんですか。成田空港の近くですね。あ、成田空港。もし、成田空港にいらして、はい、はい、いらしていただくことがありましたら、はい、空港までお迎えに行きますので。そうなんですか。はい。はい、庭です、空港は。なるほど。で、はい、じゃあ、それは何で検索したらいいですか。
あ、インスタグラムとですね、はい、こっち、インスタグラムで私のアカウントをですね、はい、検索していただけると、はい。出てくるんですけど、はい。これはなんか、アカウントの、た方がいいんですかね。あ、そうですね、アカウントを検索する、まあ、検索のキーワードで何で検索したらいいかっていうのも教えてもらっていいですか。はい、ですね、はい。検索のキーワードでしたら、私の名前に、きよみアンダーバー、プラスドットエンビーって言いましてね。はい。プラスエンビーってのはこのスペルなんですけど、これ読んだ方がいいですかね。ああ、はい、今ですね、YouTube の方に出てますね。はい、アルファベット言ってもあれね、今ちょっと書ききれないかもしれないので、YouTube のアカウントの方を、ね、はい、またリンク、アカウント載せときますので、そちらの方で確認して、はい、インスタグラムから検索していただければと思います。で、その他、成田空港まではちょっと行く用事が当分ないわっていう方とか、例えば定期的に受けたいっていう方は、やっぱお近くがいいと思うんですけど、その場合は、はい、全国の生徒さんにおつなぎします、はい、私が。なるほど。ちなみに沖縄にもありますか？はい、沖縄、石垣島にも、自分の生徒さんがおります。本島の方はありますか？本島に2名いますね、今。そうなんですね。じゃあ、本島の方に2店舗、はい、それから石垣島の方に1名様いらっしゃるということで、はい。はい、じゃあ、もし、その他、沖縄でも、以外の全国でも受けたいわっていう方は一旦インスタグラムで木川さんの方で、DM 送っていただきまして、はい、そこから、店舗なりを教えていただくっていうことでよろしいでしょうか。はい、そうなります。はい、ありがとうございます。はい、カブボーイさん、成田から遠いな、船橋に住んでる時に何回か行ったことあるけど成田駅めちゃくちゃ遠かったなって来てますね。でもカブボーイさん、沖縄もあるみたいですよ。おお、はい、はい、ね、結構今日男性の方質問ですねいただいてたので、あ、やっぱ男性ってもう今結構すごい興味あるんだなって思って、ね、皆さんですね、ぜひぜひ体験にね行かれてくださいね。はい、はい、ではですね、あともうちょっとだけ時間があるんですけど、今日ですねちょっと初めての試みをしてみていいですか。いきなりなんですけど、はい、何でしょう。ですね、このまあ以前ですねゲスト出演していただきました松田美博さんのこの一問一日一答を答えるだけで理想の自分になれる365日の質問っていうこの本をちょっと買ったんですけど、これのなんか質問がたくさん365日分書いてあるんですけどね、これの質問に、はい、どんなことをゲストさんは答えるんだろうっていうのをちょっと興味がありまして、これをちょっと時々聞いてみたいなって、はい、いいですか、なんか無茶ぶりかもしれないんですけど、はいはい、はい、ではですね、ストップって言ってください、そこの質問を聞きます。はい、はい、じゃあ行きますね。はい、はい、どうぞ。はい、ストップ。はい、ストップ。 OK です。じゃあ質問いきます。これ皆さんもですね、はい、ちょっと一緒に考えていただけたらないいなと思うんですけど、どんな風に人に尽くしますかっていう質問ですね。あなたは周りのことがよく見える人、あなたのその長所を生かしてとことん人に尽くし、どんどん愛情を注いでみよう。みんなは気配り上手なあなたといると元気になっていく。そしてあなたが尽くせば尽くすほど周りからの愛情も信頼も分厚くなっていく。あなた自身の心のグラスも満たされてくるということで、あなたはどんな風に人に尽くしますかっていう魔法の質問ですね。はい、これの木川さんのお答えはいかがでしょうか。そのテーマよく話題に出るんですけど、おー素晴らしい。私はい、はい、びっくりしました。おーすごいですね。たくさんの生徒さんたちのサポートをさせていただいているときにですね、はい、その方たちの役に立つ情報を伝えていくのが自分の役目だっていうことに気づいたんですね。はい、うん、でこうお客様に対してもなんですけど、はい、なんていうんですかね、こう物を売るとかじゃなくてですね、はい、自分が、確信を持って信じられるものを伝えていくっていうことで、はい、うん、
はい、たくさんの人を救えるなって思ったんですよ。なるほど。はい。最近はそういう伝えるっていうことで尽くすっていうことを目指したりしている方が多いかと思います。なるほど。ありがとうございます。すごいですね。すぐ出てくる、ね。答えになってましたか？いやいや、全然、全然、正解不正解はないと思うんですけど、素晴らしいお答えだったと思います。はい、ありがとうございます。はい、ね、そのために、すごくね、いろいろ勉強されてる知識とかもね、今日お聞き、できたので、本当その通りだなって思いました。はい、ありがとうございます。で、お時間になりましたね。今日は、松屋にホットセラピー、木川様にお越しいただきました。木川さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい。ハーフボーイさん、意味がわからない。難しかったですか？でもちょっと難しいですよね、これ。かって言われてすぐ思い浮かぶような、結構簡単な質問じゃなかったりする、深い質問だったりするから、すぐ出てきて、すごいなって思ったんですけど、ね、カブボーイさん、逆にね、人に尽くしすぎだなって注意されてるところなんで最近。はい。引くってすごいですね。こうストップって言ってね、引くってすごいです。びっくりしました。ね、どうですかこの無茶ぶり。どうですかこの。いや、びっくりしました。このリンク具合っていうか、本当まさにですね、この1週間中に、はい、何人かに言われてる話なんですよ。すごくないですかそれ。すごいです。すごいですね。面白いですね。すごいです。その本買います、私。そうなんです。このこれいいんですよ。なんかだから面白い、なんか自分でもこれをやって、なんかでも人のも聞いてみたくなるんですよ。なんか自分だったらこうだなとか、すぐにわからない質問とかもあるんですよ。だから人だったらどういうことを答えるんだろうっていうのをなんかすごい思って、これラジオでちょっと使わせてもらおうって思って、はい、いいと思います。すごい。どうですか、ありがとうございます。すいませんね、無茶ぶりに答えていただきました。はい、ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。まとまりなくてすいませんでした。いやいや、全然まとまってました。はい、お時間以内に答えていただきましてありがとうございます。カブボーイさん、意味がわからない、どんな風に伝えたって、その人とその場所にいて状況によって違うんじゃないかなをやって、いきなり突然投げられても困る質問じゃないかな、わら。いや、ほんとね、困ると思います。困ると思います。そう、でもなんかね、さすがですね、やっぱり。ちょっとこれを継続するかはわからないですけど、時々ちょっとやってみたいなってやっぱり思いましたね。はい、カブボーイさん、今日もありがとうございます。コメントたくさん、イビスさんの拍手ありがとうございます。お久しぶりです、ありがとうございます。ありがとうございました。今日はなんかありがとうございました。しっかり聞けてよかったです。ありがとうございます。結局何にも松屋にのこととか、まあ、いつもなんですけど、聞かずにね、始めて、はい、ゼロから全部聞けたんで、はい。はい。よかったです。すごいですね、知識。何聞いても答えられるんですね。楽しいんですよね。知りたくなっちゃう、今は。熊の噛むところまで知ってるっていうのはびっくりでした。はい、今こう口開けこう待ってるんですよね、飛んできたのをこうパコって。すごいですね。ありがとうございます。武蔵さん、皆さん生放送お疲れ様でしたってことでありがとうございます。来週も生放送なんで、また、はい、コメントしに来てくださいね。ありがとうございます。カープボーイさん、早く風邪治してねってことで、ありがとうございます。多分来週にはもう治ってると思うんで、はい。はい、またコメント待ってます。ありがとうございます。エビスさん、おつおつを大事になさってくださいってことで、皆さん、本当にお気遣いありがとうございました。いや、 やっぱいいですね。コメントもらえるのは生放送いいですね。はい。ありがとうございました。もうそろそろじゃあ、あれですね、お時間ですね。はい。ではお忙しいところ今日はありがとうございました。
ございました。はい。どうでした、いかがでしたか、今日なんか感想は。